こんにちは。あなたの周りにいる男性の中にこんな男性はいませんか？あいつイケメンでもそれほど高収入でもないのに彼女が途切れたことがない。あいつの周りにはいつも女性がいる。イケメン、高学歴、高収入、役職付き、タワマン済みなど、世の中の男性は女性にモテるためにこの5つの中のどれかを持っていなければならない、そう考えている方が多いのです。ですがその考えはもう捨ててください。今回は努力なしで女性にモテる方法を7個紹介していきます。そんなうまい話があるわけがないと思うそこのあなた、ぜひ最後まで視聴してみてください。そしてぜひコメント欄へ動画の感想の記入もお願いします。お手本はホストクラブのホスト、芸人さん、タレントさん。女性をもてなすプロといえばホストクラブのホストですよね。彼らもナンバーワンともなれば、あの人に接客してもらいたいと高い指名料を払ってでも何度も来店する女性が多いのが事実ですが、彼らも最初からナンバーワンになれたわけではありません。何度も失敗し悔しい思いをし、そこから反省して次へ生かす、これを繰り返して自然と女性にモテるコツをつかんでいったのです。また皆さんがよく知る芸人さんやタレントさんが仕事の中で愛用している技もモテテクニックに活用することができます。今回は特別に彼らが長年かけて築き上げてきた究極のモテテクも織り交ぜながら、その方法をご紹介していきます。 1. 聞き上手になる。女性同士が話をしている姿を見た時、よく話すな、まだ話してる？と思ったことはありませんか？そう、女性は相手に聞いてほしい話題について話すと話が止まらなくなるのです。なので女性にモテたいと思っているそこのあなた、女性の話はきちんと聞いてあげるようにしましょう。ですがただ聞くだけではありません。女性の目を見たり、きちんと相槌をしたり、時にはそれで？や他には？といった女性が話を続けやすくする言葉を言ってみたり、こういったことが大切なのです。いわゆる聞き上手というやつですね。聞き上手の男性に話を聞いてもらうと、女性はまたこの人と話をしたいと思ってくれます。きちんと女性の話を聞く、ただそれだけのこの方法、努力なんて必要ありません。ホストクラブのホストも使っているこの方法、使わない手はないですよね。 2. さりげなく女性を気遣う。仕事やプライベートで女性は周囲の人にかなり気を使っています。それが自分の役目だからと感じているからなのです。仕事にプライベートに一生懸命な女性だからこそ、たまには自分もそうされたいと思ってホストクラブへ足を運ぶ女性が多い。現役ホストはそう語ります。そういった女性には女性を気遣うことに力を入れているそうです。寒くない？足元の段差に気をつけて。じゃあ何々を持ってくるから待ってて、といった女性を気遣う言動をするだけで女性の見る目がガラリと変わります。しかも人目のつく場所でそういったことをされると少し恥ずかしいと思う一方で、女性は私は特別という優越感を感じるのです。 TPO をわきまえた上で人目を気にしないとそのホストは言っています。このことを知っているか知らないかで女性の見る目は変わります。実行しましょう。 3. 常に女性を笑顔にさせる。皆さんもよく知っている大物タレント A さん、その A さんが司会を務めている番組を見ていると、話しかけられた出演者の方はみんな笑顔になります。しかも A さんが話を振り、出演者の方が話している間ずっと笑顔なんです。これは視聴者が見てるからというだけではありません。司会の A さんが笑顔で話をしてもらえるよう雰囲気を作っているからなのです。その方法というのが、リアクションは大きく、笑顔で話を聞くといったことを体全体で表現しているというものです。つまりあなたと話していると最高に楽しいと体現しながら接してあげれば、女性は喜びます。あの人と話していると元気出るなと、女性はまたあなたの元へ来てくれることでしょう。 4. 清潔感を意識する。脱毛、ネイル、エステ、男性にとって当たり前になりつつあります。美意識の高い方や清潔感を意識している男性は定期的にこのようなお店に通っているのです。ここだけの話、女性は男性のそういったところを意外とよく見ています。
この人爪きれい、ヒゲも脱毛してちゃんと整えているのかな、肌も手入れしているのか私よりきれいと清潔感を漂わせている男性は女性から見てもかなり高評価なのです。もちろんホストクラブのホストも清潔感を意識した自分磨きは常識です。この清潔感を意識するということに関しては今回取り上げる方法の中でも最も努力なしに行える方法の一つだと言えます。ひとまずサロンに行けばあとはそこのスタッフさんがあなたにぴったりの方法を提案してそれに従うだけだからです。おすすめのプランや自宅でのお手入れ方法などを的確にアドバイスしてくれるので、エステサロンに行くのはハードルが高いという男性もまずは一歩踏み出してみてください。きっとその先には女性受けのいいあなたの未来が待っていますよ。5、女性を元気にさせる。テレビでよく見るお笑い芸人さんは視聴者を笑わせることに長けています。それはどうしたらみんなが笑ってくれるかを常に考えているからです。ですが平日の日中は仕事をしている我々一般人が常に女性を元気にさせるにはと考えることはできません。ですがお笑い芸人さんからヒントを得て女性を元気にさせる方法をここでお伝えしましょう。それはあなたのことを考えて私は行動したということを表現してみせるという方法です。例えばその女性が元気がない時に女性が好きなもの、花や飲み物を差し入れする、悩み事も笑顔で聞いてあげる、食事など気晴らしに連れて行ってあげるといったところです。ですがこのような事態いつ遭遇するか分かりません。予測不能な事態に備えてここでアドバイス、飴やチョコといった簡単に差し入れできるようなものを常備しておきましょう。さりげなく差し入れすることで女性は自然と笑顔になります。リフレッシュによかったら食べてと渡してあげましょう。何の努力も必要ありません。ぜひ実践してみてください。6、女性の変化によく気づく。女性は自分の変化に気づいてほしい生き物。髪型の変化やネイルを変えたことを周りに気づいてほしいのです。しかも男性からそれに気づかれると同性の女性に気づかれるよりも嬉しくなります。だって周囲の男性の視線を意識して美容に力を入れている女性も少なくないからです。これもホストがよく実践している方法です。髪型変えた？前見た時とネイル違うねと少しでも女性の変化に気づいたら声をかけてあげましょう。ここでワンポイントアドバイス、実際に髪型やネイルを変えていない女性にわざと髪型変えた？ネイル変えた？と話しかけてみてください。変えてませんよと女性が言っても何かいつもと雰囲気が違うように見えてとつなげるとそこから会話を発展させることができます。ただこのように話しかけるだけでいいのです。何の努力も必要ありません。7、非日常を体験させる。高級ホテルのバー、一つ星レストラン、旅行へ招待。女性に非日常を体験させると聞いた男性はこのようにお金がかかるものを想像しがちです。それは女性が好きなテレビドラマでこのようなシーンが多く放送されているためです。そのため女性に非日常を体験させるイコールお金がかかるという固定観念ができてしまっています。ですが実際はお金をかけなくとも簡単に女性にそういう体験をさせてあげることができるのです。少女漫画やアニメを見たことのある男性ならわかると思いますが、こういった少女向けの漫画やアニメは登場人物のほとんどが10代です。それにもかかわらず女性をキュンとさせる描写が多い。それはなぜか。それは主人公が思いを寄せている、あるいは主人公に思いを寄せている少年キャラが主人公を喜ばそうと様々な体験をさせてくれるからです。それもお金をかけずとも。登場人物が10代という年齢設定のためお小遣い程度しか持ち合わせがありません。しかし主人公を喜ばすために景色のいい場所に連れていく、思いがけず二人きりになる、人目のつく場所でお姫様扱いをするといったことを少年キャラたちは繰り広げています。この方法は大人になってからも使うことができ、女性を喜ばせることができるのです。景色のいい屋上に連れていく、残業で二人きりになる、2と重なりますが公然の前で気配りした態度を見せるといったところです。お金も手間も努力も必要ない。この方法あなたならいつ活用するでしょうか。
いかがでしたでしょうか。ここで紹介した方法は、知っていればどの男性でも手軽に実践できます。知っているか知らないかだけなのです。ここで紹介した方法のほとんどが、お金をあまり必要とせずですが、女性の気持ちを捉えることができるものです。先人の知恵として、現役ホストや芸人さんたちが長年かけて築き上げたこれらの方法、ぜひあなたの生活の中で活用してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が気に入りましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。